グラウンドの中でフィールドの中で11分の1でその1をどう使うかっていうところをやっぱヨーロッパはよりこう、まあ、明確化してるというか役割をっていうのはすごい感じてて、11分の1がよりフィールドとして関わるところっていうのはすごい重要視されてるなっていうのを感じてて、でまあ逆に僕はオーストラリアの時はまあもう4年5年前だからちょっと違うかもしれないですけど、とにかくディフェンスが競り負けたシュートを止めてくれみたいな、リスク背負ってビルドアップするよりかはまずシュートを失点をしないこと、そこを一番求められますね。一回まず仲間に認められなきゃいけない、そこまでのハードルというか、そこまで行ってようやく多分スタートするんで、そこまで行くためにまず喋れないといけないのと、あとはまあプレーで示さないといけない、その練習中から。そこは難しい人は難しいのかなと思います。